司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。どなたかが亡くなられた場合、その相続人には幅があることをご存知ですか？お亡くなりになった方の相続人には幅があります。幅とはお亡くなりになった方の配偶者、子供、両親、兄弟、おいめい、いとこ、すべてが親族という言葉に入りますが、誰が今回の相続人なのかは、戸籍をすべて見て確定しなければわかりません。養子を取っていたり、認知した子がいたり、養子に入っていたり、いろいろなケースが考えられます。戸籍を見て一つでも見落とすと、印鑑をもらう人が変わってきます。ぜひ専門家にご相談してみてください。司法書士の重森でした。